やっと捕まりましたね。ほんまにえらい待たされました。えらい待たされて。お奥どうぞ。ありがとうございます。すいません。じゃあ奥行かせていただきます。ありますか、あのタクシー乗るときに、はい、あのどっちがいいとか。あ、私ね、あの手前が好きですね。あ、手前がいいですか。そう、あのスカートが多いから、はい、スカート最近長いのが多いんですよ、うんうん、だから奥まで行くときに何やこう引っ張られてなんか変なぐちゃぐちゃってなって座りづらかったりするから、大概あの手前に座らせていただくことが。いや完全に今奥行かせてしまって。いや大丈夫です。あれはどうですか、あの CM のね、はい、広告がね、うん、左側についてるじゃないですか最近画面が、はいはい、あれは消す派ですか。あれね、たまにでも面白いからじって見たりすることもあるけどそう、なんかあれこの人こんな顔やったかいなとか、はい、あの家にテレビってもちろん加納さんあらはりますよね。ありますあります。そう、うちもあるんですけど、最近テレビをつける回数っていうのがだんだん少なくなってきて、タクシー乗るとあの画面ついてると、うん、テレビじゃないけど、はい、なんか、あ、なんか久しぶりに私テレビを見てるっていう気分になって映像を見るみたいな行為ってことなんですよね。そうなんですよ。そう、まあ大概宣伝ですけどね、あれね。あ、私もあんまり消さないんですけど、うん、気抜いたらやっぱね、その知り合いっていうか友達とかが出た時にやっぱ稼いどんなって思ってむかついて消しますねタクシーの広告なんかね、そう腹立つじゃないですか。いや、そんなにギャラいいんですかね。絶対いいでしょ。もうやらしい話してしまったいきなり全然聞いとこう一応この初めましてですよね。初めまして、加納です。いや、なぎらです。よろしくお願いします。あんまないですよ、タクシーね、はい、初めての2人が乗るっていうのもあんまないですけど、うん、そうですね。一応こう、まあ文筆家っていう括りで呼んでいただいて、はい、はい、本当に今日はちょっと、うんうん、あの加納さんのエッセイと小説を読ませていただきました、はい、ありがとうございました。いや、もうめっちゃ文章うまくて、いやいやいや、どうしようか思いました。読みながら私どうしようかって。いや本当うまい。なんかずっと書いてはったんですか。うん、芸人になって2016-17年ぐらいにお話しいただいてっていう感じなので、うん、はい、なんか自発的に書き出したというよりはもうお仕事でっていう感じですね。ネタ作らはるのは加納さんですよね。私です、はい、そういうのってやっぱり文章で書いていかはるんですか、ネタの時も。私はそうですね、まあ、いわゆる台本でセリフだけをバーって書いていく感じですね、うん、じゃあやっぱりネタ作ってる時も、うん、なんだろう、意識せずに文章を磨いてたっていう感じですか、ね、いやー、だからそのインタビューとかでいろんな人の意見聞かせていただいて、うん、結構私はやっぱり小説でも喋らせすぎらしいんですよなんか、いやでもそれはしゃあないことね。加納さんの小説ってすごい喋りますよねみんなって言われてなんか確かに小説ってその言語化す、みんながみんな言語化する人じゃないのに、うんうん、私書き方よう知らんからみんな喋らしてるみたいで、初めて言われた時すごい恥ずかしくて。あ、なんかね、はい、セリフっていうよりも字の文のところですごい、はい、語る人が多いですよね。そうなんですよ、うん、小説なぎらさんが書かれる上で、うん、なんかこうセリフのところと、まあ、文章がはい、あるじゃないですか、うん、その辺ってやっぱ意識されますか。あ、結構するかも、うん、やっぱりページの半分ぐらい会話が続くと、うん、もうそれ以上進めないと字の文に回すとか。あ、意識それされてるんですね。しますね、一応。それはやっぱりその小説だからっていうことですか。なんやろうね、物にもよると思うんですよ。ちょっとコメディ要素が入ってるような話やと、はい、セリフがテンポよく続いてるっていうのがいいので、うんうん、その時は多分あんまり意識せずに書きたいように進めていくと思うけど、うん、内容ちょっと重めの話とかだとセリフ少なめにすることが多いかもしれない、ね、そうか、ちょっと軽さが出てしまうんですね、うん、どうなんでしょうね。なんか無意識にブレーキかけ
ってるような、今質問されて初めて、あ、そういえばって思いました、うん、いや本当にあの本をね出させていただく時って結構インタビューとか受けることが多いじゃないですか、うん、そうですよね。で皆さんやっぱ褒めてくだ、基本は褒めてくださるけど、うん、その中でも、あ、私ってそうなんやっていうね、そう気づくことは人に言われてね、うん、無意識じゃないですかそういうの、すごいありますね、うん、そういうのは。いやなんかね、でも加納さんの、私小説の方をすごい楽しく読ませてもらったんですけど、 ありがとうございます。あの私小説風というか、はい、うん、あのエンタメよりも純文寄りの方の、うん、ですっごいやっぱり視点人物が、うん、ほんまよう喋るというかいや、あそこまで自分の考えてることとかを言語化できるっていうのがすごいなと思いました、うん、いやいや小説の多分書き方はほんまに知らんから、いろんな、これからね私は結構今こうなんていうんですかね、新人のつもりで頑張って書いてるんですけど、うん、文体とか、うん、うん、それこそ書きたいことみたいなことってやっぱ、すいませんインタビューみたいな感じになっちゃうけどやっぱ変化してきて、これは飽きたとか、うん、これはもう書かないとかってやっぱ出てくるもんですか。あ、ちょっと前に何時星のごとくっていう本を出した時に、それちょっと思ったことがありました、うん、あの話の内容が似てるわけではないんですけど、結局その話の中で言いたいこと、うん、自分が最終的にこれが言いたいっていうのが、私どの話でも結構似てるんですよ、うん、はい、そうで何時星のごとくは結構違う話になるかなと思ったけど、うんうん、書き進めていって行ったら山場に来て、うん、あ、やっぱり私ここに戻ってきてしもたっていう、そう瞬間があって、それをね、あのちょっと悩んだ時期があって、うん、私は同じものしか書けへんやろかと思ってワンパターン作家なんやろかって、いやいや、でもそんな、そのすごい方がそう思ってるんやったらちょっと安心しました私は。で、面白かったです、ありがとうございます。小説が、あのよっかぐらい、うん、あのちょっとずつなんかこう一日のデザートみたいな感じで読み進めてたんですけど、まあ、田舎のね、うん、あの男の子と女の子から始まるじゃないですか、うん、10代の時に出会って、うん、で、まあ、大きくなってまた大人になってもあの関係が続いてみたいなことだったんですけど、私も田舎、なんだろうな、そのここに出てくるような田舎っていう感じのふるさとの捉え方ではないんですけど、やっぱ飛び出した側として、うん、その地元の人たちと変わっていく関係性だとか、うんうん、でやっぱりね、村がねあるじゃないですか、村、こうなんだろうな、まあやっぱり外から評価される仕事だから、うん、今日はすごい自分のこと好きやけど、今日はすごい嫌いみたいな村っていうの。それは仕事の結果とか何かそういうのとはまだ関係のない村なんですか。結果もあるし、まあ、停滞に入ったらとかね、うん、あ、なんか最近動いてないなとか、やっぱそういう自分の中の村がこの人と関わるときに対人関係に影響してくるっていうことってすごくあって、私は、うんうん、だその辺の共感したりだとか、うん、地元におる友達のことをやっぱ考えて、うん、そのことの自分との時の流れの違いとか、あ、でもやっぱり同じだとか、うん、すごく面白かったです。ありがとうございます、はい、地元の友達とかと頻繁に会わはる方ですか。いや私は全然会わないですね。年に1回会えたらいいかなっていうぐらいですね。それはもう親友クラスの子ですかね、当時親友クラス。いや親友クラスが相方なんですよ、うん、あ、そうか、そうなんです、そうか、そうですね、そこ。じゃあ、 あの東京にいながらもあの地元も一緒におるみたいな。そうですね、ちょっと不思議な感じそうです、そうですね、ちょっと仕事にしてしまったのでいや大変だよね、好きなことっていうか自分のやりたかったことを夢を叶えて仕事にするって楽しいけど、やっぱしんどいこともあるし。そうですね、これをあの書かれた時にその、いや伺ってよければですけど、はい、そのさっき言ってたこのやっぱりここに帰ってきたっていう部分は、うん、そのどういった部分というか。あ、なんかね、まあ
今多様性とかすごいそういうことを言われる価値観がすごい分散してて、はい、人それぞれいろんな正しさとかそういうのがあるじゃないですか、うんうん、だからね、まあ、全てそこに合わせていくことはできひんし、自分がこれやって思った瞬間のことは、うん、まあ、基本的には人に迷惑をかけへんように、でも自分がどうしても譲れへんことにぶつかった時は誰に迷惑かけてもいいからしようやっていうのが、うんうんうん、大体どの本でも大体テーマみたいに根底に流れてるんですよ、うんうん、で私はその同じものしか書けへんのかなって担当編集者さんに相談っていうか悩みを言った時に、うん、いやそれはあの作家性っていうやつですよって、うん、もうずっとそれは一人の作家さんが書き続けていくものなんですよっていう、うん、あのシーンっていうかその人の、うんうんうん、そういうものだからあのそんなワンパターンとかそういう簡単なことじゃないって言われて、うんうん、まあそっか、じゃあ、まあ、これからも同じテーマかもしれんけどそれを突き詰めていこうかなって、うん、うん、そう、なるほど。加納さんは、はい、あのネタとか作らはるときに、うん、これなんか前もやったなとかそういうのは ありますね。でもやっぱりあの一緒かわからないですけど、自分が面白いと思うものってやっぱ変わらなくて、うん、まあ、いっぱいあるけど、うん、やっぱこれがツボやんなとか、うん、これがおもろいと思ってるよなっていうものはやっぱ言っていきたいから、うん、それはいろいろこう色を変え、やり方を変えて、うん、出し続けることがやっぱ結局そのアイデンティティだなっていうのはやっぱ気づきましたし、うん、でも私も本当ここ数年ですね、今まではずっといろんなネタをやりたいし、うん、自分が苦手なこれなんか書いてみて、うん、いやこれ私できへんやんっていうのめっちゃあるんですよ。へえ。要はその私が理想としている声色じゃないし、うん、これ2人どっちも会えへんけどやりたいみたいなんで台本を書いてしまって、うん、肌なじみがしないみたいな、あすごい多かったんですけど、それはやっぱ結果はあかん感じですか？やっぱあんま良くないですよ、うん、残らんというか、その時なんか植物的というか、うん、でもなんか最近はやっぱりこう2人に会った、うん、だから当たり前なんですけど、できる人はもう1年目からできてることなんですけど、当て書きというかね、あ自分たちの人間性を含めたネタをまあやっていけできてるとは言わないですけど、意識しだしたのがもうほんと10年超えてからなので、あでもね10年超えてからってなんかすごいよくわかる。わかりますか、うん、はい、私もなんか10年ぐらい、うん、10年目ぐらいまでは突発的にその時、うん、不意になんかようわからんもんが書きたくなって、そうなんですよね、担当編集者さんと、はい、それはなぎらさんのカラーとはちょっと違うような気がするって言われてめっちゃあります。でも私今これが書きたいねんって言ってゴリ押しして全然売れへんかったとか、はい、よくあった。でも書け後悔じゃないんですよね、うん、後悔ではないですけど、私はもう後悔なんでね、そのやっぱ滑るんでその書ききれるじゃないですか、うんうん、そのやっぱそれはすごいなと思いますね。そっか、まあ、人がいてリアルタイムのあれやもんね、はい、お笑いは前からね、うん、運動会あるじゃないですか、うん、小学校とか、うん、中学とかで校長先生が最後に、うん、すごい、まあ、大成功でとか言うじゃないですか、はい、絶対するやんって思ってたんですよ毎年まあするよね、その今年は失敗でしたって言わんよ、ね、言わないじゃないですか、うん、校長先生が。それがすごい気持ち悪くて、うん、私はここで言う言葉のチョイスで成功と失敗は違うんじゃないかってずっと思ってたんですよ、うんうんうん、なんやったらその校長には失敗のリスクがないからね、うんうんうん、1人すりむいたぐらいでは、まあまあ、1人すりむいたんで、うん、今回は失敗ですって言わないじゃないですか、ね、あれすごい違和感あって、うん、だからなんかそういう丸×はっきりさせたんやろうなっていうのはすごく自分の中であって、うん、だから今ちょっと自分で喋りながら腑に落ちましたけど、うん、やっぱネタってあるんですよ、成功と失敗が、うん、ある。好みももちろんありますし、うん、やれて嬉しいもあるけど、うん、やっぱ受けたかどうかなので、でも小説ってそういう意味では、うん、売れたから OK じゃないじゃないですか、部数が。そうなんです。それむずいしいいところですよね、うん、そうなんですかね、うん、こういろんな価値観があって、はい、ま、
まあ、売れればそれは越したことに、うんうん、越したことはないけど、まあ、それ以外のね、あの判断基準もあって、はい、全然売れへんくっても文学的に価値があるとか、はい、そういうのもあるし、はいはいはい、でもそうだね、お笑いはやっぱりその目の前のお客さんの反応っていうのがやっぱ一番でかいんですよね。でかいですね、うん、なんかこうネタをしてて、うん、なんかあんまり、あ、今日なんかお客さん乗ってないっていうのはそんなに肌身に突き刺さってくる、うん、死にたいですよでもほらネタずっと続けなあかんやん、 その間も最悪なんですよ。じゃあめっちゃ帰りたいんですよ1分ぐらいで。わかる。でもいや、わからん、そんなこと簡単にわかるって言ったらあかん。いや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 、でもそうだよね、このなんか今日あかんなって思ってても最後までやり続けなあかんしんどさって、もう聞こえてないふりですからねえ、それ引っ込んだらもう反省会なんですか。いや、でも最近先輩で、うん、笑い飯の哲夫さんがおっしゃってくださったんですけど、うん、すごい考え方やなと思ったんですけど、はい、滑ってる時っていうのは、うん、みんな滑ってるんで、お客さんも空間ごと全員滑ってるから全員のせいなんですって言ってて気持ちええと思ってそっか、誰か一人が笑ってくれたら釣られるような感じで、笑うし、うん、滑るっていうのは全員のせいなんですよって強っと思って。そうね、そういう風に考えられたらいいよね本当に私も今度売れへん本出した時そういう風に考えようかな買えへんから売れへんなんで。やっぱ気にしますか、売れ行き。いや、もうだってもうバンバンベストセラー作家っていう肩書きを背負って、うん、めっちゃ気にします。私は、うん、気にしない人もいる。いや、でもみんなね、気にしてないって言うだけで結構気にしてると思うけどなそんなかっこいいやつおらんやろってえ、どれぐらい聞きますか。結構逐一聞きますね。あ、どんだけ売れたっていうのは、はい、最初に、うん、本って初版が決まるじゃないですか、うんうん、はい、だから、まあ、大体その初版で自分がどこら辺にいるのかっていうのは分かってて、うん、まあそうね、重版されたら大成功やと思うけど、うんうんうん、まあどれぐらい気になりますね、うんうん、結構聞きますね、うん、なんか担当編集者さんもどんだけの冊数動いてるかっていうのはポス、うん、で見張るから。ポス何やったっけ、なんていうんやったっけな、うん、なんか某書店さんのなんか1日の集計っていうのがあって、うん、はいはいはい、その書店さんで1冊何冊売れてたら全国的には1日でどれぐらい売れてるみたいな、そんなんがあって、うん、そういうのを聞くとなんか大丈夫なんやろか、ドキドキみたいなのがありますね、うんうんうん、へえ、うん、分かんないですもんね、それまで。こう私はこうすぐに反応が返ってくるものやけど、うん、小説っていうのはね、そうね、ちょっと数字とかやっぱ反響を聞かないとわからないものですからね、うん、そう。中にはなんか絶対私検索せえへんっていう作家さんもいはるけど、私すごい気になる方やから、うん、結構 SNS で検索して、うん、はいはい、自分で勝手に傷つきに行ったりしますね自衛せずに。そう、うん、そう、まあでもそういう時は正しいじゃないけど、なんかこういろいろ考えた上での、うん、辛口やったら全然いいんですけど、はい、なんかもう憎しみが満載になってるような感想とかやと、ちょっとミュートしますね、はい、そのアカウントごとそう、確かに。そう、いや、もう全然ね、なんかミュートもしてもいいと思うんですよね、うん、あんなは個人的なものやから自分が傷つかないように自衛した方がいいと思うんやけど、うんうんうん、します？自分でなんか検索とか。いや、しないですけど、もうなんていうんですかね、ラジオでもやっぱ反応を見ながらやったりとか、うん、こう番組の一つとしてやっぱ反応を組み込むシステムが最近多いので、うん、全く無視できるものではないなというふうに思ってます、うん、まあ、YouTube でもコメント欄あったりしますし、うん、生配信だともうコメントを読みながらだったりとか、うん、そうなんよ、はい、で有料ラジオもやってますから、その有料だと、うん、有料だぞっていうことでやっぱすごい書いてくるんでねそうか、はい、そうか、なんか喋りながらコメント欄見ながらこのリアルタイムで合わせていくっていう。そうです、そうです。神業じゃない？すごくない？それめっちゃ難しいですね。ですよね、はい、ほぼほぼもう無視ですけどね。そうなんや、はい、いや、なんか字書くときって基本的に私は一人なんですけど、はい、このさんも一人です、はい、部屋で
まあ、喫茶店とかファミレスとかですね。だいたい人とコミットしながら書くっていう世界じゃないから、うんうん、ものを書くときって、うん、だからそういう話聞くと、うん、ほんまなんか尊敬しますいやいやいや、意見聞きながら瞬時に直していくってすごいじゃないですか。いやでももうあのなんか文句言われたらうるさいとか普通に返してますけどねいいな、なんか文学もそれぐらいなんか気楽な世界になったらいいなって思います、ね、いやそれはねやっぱすごく思いますねなんか私は小説家の方とかねお話聞くのが好きなので、うん、もっと全然言っていっていいし、うん、あのそんな読者の皆様ありがとうございますじゃな、まあでも難しいか、売ってるからね。私は結構リスナーと全然揉めたりするんで揉めるってうるさいね、いちいち言ってくんなよとか。そういう時相手からはどう返ってくるの？まあ、そのそれを楽しんでくれてるのもあるいますけど、それ込みで、うん、そうですね。小説とかエッセイの時とはまた違うんだ。ちょっと違いますよね、うんうん、じゃあ作家のさんになった時はどう対応していくんですか、うん、そうなんですよ。だからねそれがちょっと嫌で、うん、作家になった時にちょっといい子ちゃんになってるんですよ。え、そんなことなかったよ中身はそうですけどその対ね、うん、その呼んでくれてありがとうございます、うん、みたいなモードになっちゃうんですよ、うんうん、あ読めやごらって言えないですよね。言いたいよね、それぐらいね、呼んでみろよ、最後まで呼んだらなって、最後まで読めやそうっていうのね、途中で投げたわとかいう感想一番悔しいよね最後まで読んで頼むしって、その感想書いてる間に読めやって思うんですよ、ね、分かるわそう、あそろそろちょっと着きましたんで、あそっか、はい、もうなんかあっという間やった、あっという間でしたね、着いちゃった、はい、じゃあまた、ありがとうございます、うん、ありがとう、運転手さんありがとうございました、ありがとう、ありがとうございます。さあ乗ります。向井、人間嫌いの向井さんが乗車します。またあのタクシー乗って、ええ、うろ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 冷凍シティを、うわ最高ですね、タクシーでうわーやってっ巡りましょうか。そうですね、繰り返される所業は無常ですから、うん、本当に冷凍都市、はい、深夜巡り、深夜巡りツアーで、はい、うわ嬉しい。ちなみにあなた誰ですか？片眉ソリオです。片眉ソリオさんです。すいません、お願いします向井さん。人間嫌いの向井さんと。This is 向井修斗。ごめんなさいね、もう本当にこんなもん二度機会ないんで本当に。素晴らしい日々です僕は。すごい楽しい日々をずっと。あなた酔っ払ってないですか？もう酔っ払ってます。ああそうですか。向井さん大丈夫ですか？でもやっぱりその、飲んだ後はタクシー乗ってね、うん、あ嬉しい、戻してくれる、いつの間にか帰ってる、向井さんが戻してくれる、そうそうそう、ええ、このあ全部
あのアプリ決済で行きますんで、ペイペイでお願いします。気にしなくていいと思うよ。向井さんでもお優しいんですね。なんかすごく僕はその向井さんの人物像というかもうよく、うん、曲とかしか聴いてないので、そのライブの MC でもないですけど、その合間しか僕は向井さんっていうのを知らないんで、初めなんかスタッフさんが資料をこうパッて渡して、向井さんが手前だった時に向井さんが僕にその資料を回して手渡してくれた時にびっくりしました僕は。ん？何何？この資料？スタッフさんがあのこういうこの紙の資料あるじゃないですか。これ、この打ち合わせの時ね。打ち合わせの時に。ついさっきの話やなこれ。そうですそうです。はい、何？これを向井さんに渡してくれた時に、はいはい、僕奥だったじゃないですか。うん、その時に向井さんが僕にこう回してくれた時に、あ向井修徳はこんなこともできるんだってなりました。ちょっと待ってくれや。はい、プリント配るよっつって、ええ、前の席からその後ろにバトンリレーするでしょ。すプリントは、はい、ね、しますします。その心の優しさというかそれは あるんだ。後ろをこう渡す人の渡し方ってあれ人柄多分出るね。確かにここ顔見ないでこうやる顔見ないでやるやつもおる、ええ、でちゃんと後ろ振り向いて、ええ、渡してくれる長澤まさみさんのあの高校生時代の時の長澤まさみだったらそうだと思う。ね、いやもう幻想ですよ。後ろ長澤まさみも振り向かずにやるかもしれない。そっちのまさみの方が好きかもしれないね。もしかしたら。どっちのまさみ？はいっつって。え？はい。あ、愛のまさみの方ですね。ね。確かに好きだな。うん、今だったらな。今だったらそう。あの時は、うん、あのこう振り向いてくれるまさみの方が好きでしたけど、今のまさみさんだちょっとありますよね、そういうのね。向井さんちょっと思いました。向井さんってやるんだっていうのが、うん、あとなんかいろいろありました。この設定にのっとるのもちゃんと聞くっていう人とコミュニケーションするんだっていうのがありました。もう伝えたいことをふわっとやってさっそうと帰るのが僕ちょっとイメージあったんで、うん、そのイメージの向井さんもすごく、うん、あと酔っ払ってる向井さんとかタバコ吸ってる向井さんとかのイメージがずっとあったんで、うん、なんつうかこうある種のこう本当にイメージとして、はい、あのブライっていうね、ブライ派みたいな、はい、そういうイメージを持たれてる。ブライって何ですか？つまり、なんつうかな、こう全然社会性がない人、うんうん、もう俺が俺がの俺人間みたいな、うん、はい、知るかと、うん、そのまああとやさぐれてて、はい、そういう人ですわ。じゃあそうじゃない、まあ、でそういうのは大体ポーズであることが多いと俺は思ってる。ああちょっとポーズでそういう無頼を気取ってるというか、ね、気取ってる人が多いってこの世の中ってことですね、うん、でそ気取ってもバレるんだなこれが実は。ちょっとその側というか、うん、本当は違うでしょっていう、俺ねバレるとね、ええ、自分がね辛いんですよ。追い込まれるんですよ絶対に。あ俺ポーズこれイメージ固めとかないとまずいなって、はい、でその自分の嘘に自分がこうがんじがらめになってね、ええ、それはもう自分自身が辛くなる、うん、これはまあよく分かってることで、はい、別に俺は無頼でも なけりゃ、うん、まあ多少なりその人付き合い苦手なところは多少なりとも言わずに結構多い ありますけども、人間がね嫌いって言ってましたからね、うん、ただそのポーズとして、はい、なんちゅうの、うん、俺様はとかさしないっすよ。しないし、うん、したら辛いっすよ本当に生きてますねちゃんと。ただそれ貫き通して格好つける人もやっぱいるんだよ。いますね。それはね、もともとそういう人もいるでしょう。あ、かっこいい、そういう人。あ、そういう人も別に好きなんですね向井さん。嫌いじゃねえな、ロックンロール感じ、ね、まあロックンロールですね。確かにな、もう何ですかね、聞きたいことも山ほどあって、うんうん、向井さんにはランジャタイ
ランジャタイってんですよ、僕実は、ね、僕実はお笑い芸人をやってね、土俵は違えど、なんか交わることはないでしょう、お会いできることはもうないと思うんですよ、向井さんには。そのライブとちょっと違いますから、あの劇場とかは。だからつまりバンド同士である対バンであったり、うん、そういう同じイベントで、はい、その同じ出演者同士でそういう機会があるかどうかっていうことですよね。そうです。最近だけど多いんじゃないの、そういうバンドとかとコント漫才とかとで一緒にやるイベントってない？あ、多分 ないですかね。ない、交わらないと思います、あんまり。その交わらない、交わらないと思う、僕は音楽とは。そうですか。これはあんまり正直 もし分かんないですけど、向井さんとその対バンでもないですけどやるってなった時に、向井さんがバーンって出て僕が袖で出番待ってるのが嫌なんですよ。僕はもう目の前で見たいんですよ。そんなことするより目の前でも聞かせてくれってなるから、多分もうできないと思います。その人によると思いますけど、うんうん、袖で見たいっていうのもありますけどね。なんだろうね、その、うんうん、なんでしょう、うん、あります。異業種と対バンしたこと、異業種対バンというイベントフェス、うん、なんかいっぱいありそうな気がするけど、確かにそのじゃあそのこうオーディエンス、お客さんの、はい、こうなんかなんちゅうかな、こう受け取り、うん、感性がさ、はい、この微妙にこう音楽の受け取り方とお笑いの、お笑いとね、いや全然違うだろうしね、うん、そうですね、ちょっと難しいですよね。高揚感という意味ではもしかしたら、うん、似てる、共通はあるかもしれない、もちろんする、そこはもうみんな共通でしょうし、好きなことをやって、うん、それが伝わるとかの、うん、嬉しさ高揚感とかあると思う、あるんですけど、向井さんどこに高揚感を得たりするんですか？んこうライブ、やライブのな、ライブでいうところの、ライブ、いや、うん、なライブでもやってる人生というか、うん、そのライブでいうところですね、音楽をやる理由の一つじゃ、はい、やっぱそのさ、ライブやってて、その客席をガン見するわけだ、うん、まあ、そこにね、はい、吉岡里帆さんを発見するわけよ。聞きたなかった。一人ね、はい、おしって言って、その時自分でおしってもう声が出てるかもしれない。おしって勘弁してよ。そしたらね、二人目の吉岡里帆さんがを発見するわけよ。はい、うわー、時にいいねちゃん、またいた。里帆がよっしゃーっつって、うん、あ、その時に高揚感は、高揚感が2倍増し3割増しどんどん上がっていってね。あ、いいですね。しまいにはね、ええ、全員吉岡里帆さんに見えてくるんですね。あー、そうですか。その時はもう楽しいですよね。いや、それは酔っ払ってますよ、向井さんたら、うん、もう酒の量が進んで、全員顔を一緒に見えるだけですけど、ちょっといいですね。嬉しくなってくるよね。それはロックンロールだと思ってる。いや、でも確かにそんな、いや、不純なものがいいですね。それ聞くとちょっと安心します。不純ではないですよ。いや、不純ですよ。吉岡美穂さん見つけて。うん、ファンタジーと言ってください。不純です。うわ、嬉しいな。それ聞くとなんかあってなりますね。人間なんだっていうのが、時々まさみ、まさみか。いや、もう見すぎですって結構。お客さん見すぎですよ、お客さん。そうですか。いろいろ僕あれ行ったんですよ、ナンバーガールのラストライブ撮れて、再結成してからの再解散ライブね。再解散、はい、どっから話そう。それこそ北海道でやった、はい、解散、本当の解散、解散ライブは映像でしか見たこと、あれ何回も正直見ちゃって、で向井さん発信でイースタンユース、うん、ブッチャーズさん、おとかを北海道の
北海道の知りました。そっから好きになった音楽とか、それはちょっと嬉しかったです。ご縁というか。ナンバーガールのその最初に解散した時はまだリアルタイムで聴いてなかったんだね。そうなんですよ、うん、その時解散してから、うわーこんな人たちがいたんだっていうので、だすごく再結成した時は嬉しかったです。うわ、生で聴けるっていう、何回か行かせてもらったんですけど、うん、豊洲とか。ああそう、はい、いやあの時だから嬉しかったのがですね、あの結局あその再結成をする、ナンバーガール再結成というのがある前に、はい、まあ、そのやっぱりその座禅ボイスと対バンをする若いバンドの人たちとかいて、まあ言ってくれるわけですね。そのあの当まだ解散した時は生まれてなかったとか言って、あ本当に若い子たちですね。 でも聞いてるんですと、あの聞いてるんです、はい、そういう人にもうずっと聴いてもらってるっていうのはすごいやっぱ嬉しかったしですね。あ、音楽やってる若い子たちと。で、だったらばこのね、ナンバーガールのあの、ね、メンバーはオリジナルメンバーはその全員まだいるから、はい、人るからこれやったろうかと、はい、その再結成したろうかという気持ちになったよね。そういう、まあ、嬉しいですね。全然だからそのもう、うん。そうだね、そういうあなたも含めてそうやって、後からでもいいんですけど、うん、そうやって聞いてくれてるっていうのは嬉しかったよね。そうですね、すごく聞きました。その寂しさもありました。そのうわもう聞けないんだっていう、その、うん、終わったものってなってましたから、そのここで、福岡区博多区から参りましたナンバーガールですね、ドラムが始まった時のあの会場のうわ終わるっていう、そのあの感覚というか。で僕それ映像で見てて、あこれ当時すごかったんだろうなっていう。でそこで本当に終わって、でもその再結成した時のあこれが生で見れるっていう喜びというか、全員そうだったと思います。で僕豊洲行かして初めて、再結成で行ったのが豊洲だったんですけど、思い出インマイヘッド僕すごく好きな時にもみくちゃ、僕一番前で見たんですよ、うん、そのもみくちゃになりながら見てて、で僕の右肩におじさんのファンがその、まあ、もみくちゃだからしょうがないんですけど顔を置いてきて全歌詞を歌ったんです、大声 で向井さんの声が聞こえなくて、勘弁してくれよと思いながら、うん、いい思い出ですけど、あ制服の少女よっておじさんがずっとそれあのいろんな問題あるよね、このがあの本当そうね、歌ってみたどころの話じゃないねこれね。そうですね、いやもう全歌詞歌いましたからあの朝眠れずにいいから言ってましたよ。全員みんなでこう一緒に歌って合唱して、ええ、みんなでこうなんつうかこのライブを作ろうみたいなのっていう盛り上がり方もあるわけですよ、ね、はい、うん、でもちょっと勘弁してくれ、あの他の人 あの歌は聴きたくないとそうです、僕はその人もいっぱいいる、うん、右耳に一番近い、何なら向井さんよりも、うん、そのおじさんの声の方がでかかったんで全く聞こえなかったです、思い出インマイヘッドが。今となってはいい思い出になりましたけど、それはありましたね。でやっぱり僕一番好き、ちびっこさんが一番好きで、おあナンバーガール、ナンバーガール、あのアルバム、うん、ちびっこさん、ちびっこさん初めて聞いた時にちびっこさんよから始まった、てっ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 ての曲調から始まって、ね、で分からんですけど、もう素人なんでそのまま続くのかなと思ってたら、バスンっていきなりテレレレンテレンテレレレンテレン、なんかこう二部構成みたいなね。いやあれをちょっとびっくりしちゃって、うん、曲調が変わってこんなになんか分からんすけど、答えはこれしか変わるならこれしかないってとこにストンと感覚で落ちるというか、まあ、まあ、まあ言ったらあのあれじゃないの、もう本当にあのシーンチェンジっていうかね、はい、バサッとバサッと風景が変わるっていう、風景が変わったんですよ。そうなんですよ、風景が変わるんですよ聞いてて、
ガキどもが遊んどるっていう、あれどうやって、もうごめんなさいね、ほんとこんな、うん、こんなただのファンで聞いちゃって、うん、でも、うん、あれじゃない、そのあれだわ、全然別の曲を2つあった曲を合体させたっていうことじゃないね、あれは。あ、そうなんですね。あのギターのリフのコード感がまずあって、はい、こう畳みかけるような、まあ、8ビートから始まって、うん、ちょっとミドルテンポになるわけだから、はい、その落差っていうのは、もうこうなんちゅうのこう、その時の俺に合ってるなと思ったんだ。似合ってる、似合っとるな俺、この気分に似合っとるばい、ね、この感じみたいな。かっこいい。いや、それとしか言いようがない。もうだかその時のってことですよね。これバサッといくだろうみたいな。うわー、そうですか。まあ本当になんか自分の脳内映像みたいですがね、がこうフラッシュバックですね、カットが変わるみたいなね、ブワーってブワーっていう、この真っ赤っかに染まったあの甲州街道の西からもう染まる赤い夕焼けみたいなね、そういうのが見えたんじゃないかね。そうですか。僕はだからその公園にいたのかなとも思ってたんですよ、向井さんが。下手したらガキどもが遊んどるこんな狭い公園で野球なんて、それはまあそのリアルなその描写だと思うよ、はい、その時いたんだろう、うん、もしくは通り過ぎた、なんか酔っ払ってたのかなとも思ってましたけど、まあそれはあの間違いないと思う。大体は大体は酔っ払ってますよね、大体その、そうね、明晰な目線ではないかもしれんね、明定な目線かもしれんね。なんか透明少女の出た時のアルバムのファって見た時に、向井さんが酒飲みすぎて酔っ払ってて、その街行く人たちがもう透明に見えたって書いてあったんですけど、ね、あれもそうなんですか。そうかもしれないですね。酔っ払っていいですね。ただ酔っ払ってることをその人間酔っ払いすぎたら透き通りますからね。透き通って透き通らないですよ。ますよ。まだ僕大丈夫ですか。透き通ってないですか。ああ。じゃあ大丈夫ですね。非常に血行がよろしいですね。あ、もう真っ赤っかでしょ。ええ、うわ恥ずかしいですね。もう結構楽しいんですすごく。あと、だから、ちびっこさんでは性的少女とかも、うん、でって始まるじゃないですか。とある神社の境内でから、やったあの子は、そこ、あれもなんか一気にバスーンっていくじゃないですか。シュワーンってなって、途中で、うん、あれもやっぱりその、うわ景色が変わるっていうか、歩いて知り合いはいないとか、うん、あれ、まあそのあれだろうね、ドラマティックな男だから。いや、ドラマティック、そんなことないですよ。酔っ払ってるおっさんですよ。ねえ、いいじゃない。ドラマティックでいいじゃない。いやいや、聞いてたら酔っ払ってるんですよ全部。ドラマを作りたいわけだ。あ、ね、そうです ね、 ね、その中にね、その中にこそドラマあって。いや、だから不思議ですね。なんかナンバーがあれば、座禅ボーイズも経路は違うんですけど、その向井さんが全力でこっち側に投げつけてくれるというか、でやっぱすごいのが分からんですけど、向井さんのイメージしてるものが分からんですけど、100向井さんが伝えたいことがなんか100でこっちにバーってくるというか、衝撃が毎回。そうですか。はい、毎回やっぱ 2,3 日考えちゃいますね。その曲を聴いた時に向井さんみたいなのは 2,3 日引きずったりします。なんでそんなダメージを食らう。でもそれはまさにさ、はい、こっちのね、こうやって演奏したり歌ったりする、まあ、まさにお酒ください。向井さんのお酒がなくなりました。あ、運転手さん、すみません運転手さん、そこのあのクーラーボックスから。あ、ちゃんとやってくれる。お酒をください。向井さんのお酒がなくなりました。うん、そうですね。まあだからそのあれですよ、何の話してましたっけ。うん、そうなんだよ。そういうことなんだよ。
そういうことも含めてね、はい、そういうことも含めて、手応えなんですよ、手応え、こうやって、あ、そっか、その引きずるっていう話を別にさ、はい、こっちでしたらなんかこれをもってして考え、はい、分析してくださいとか考え込んでくださいとかさ、あ、そうそうですね、それはないですよね、はい、まあでもどっかしらなんかどっかでね、そう、こうなんか動く、やっぱりハートが動く、うん、動くっていうのはなんかう嬉しいことなんだよね。毎回動きちゃいます。なんか多分1月24日に、うん、あ、宣伝になっちゃう、やだな、宣伝してくれよ頼むからニューアルバム、ニューアルバムが出る、やだな、宣伝になっちゃうの嫌なんですよ、僕だけで終わりたいんですよ向井さん、なんか永遠少女だけ なぜか聞けますよね、うん、最初にまずその座禅ボーイズ の新しいアルバム、はい、ね、座禅ボーイズ、うん、初めて言ってる、うん、その、アルバムが出るわけだ、出た、1月24日だ、あ、宣伝してる、2024年の、はい、1月24日24日の発売だ、リリースだ、そうですね、でタイトルはランド、ランドです、はい、ですけどね、まあそこに、収録されている永遠少女っていう曲がまずリードトラックとして、僕プロモーションビデオも60回分ぐらい見ちゃいました。 PV はもうありがとうございます、恥ずかしい話、最高でしたね。そう、うん、なんか聞きたくないな、こう、うん、まあこれから多分分からんすけど、インタビュアーの方からもうバーって聞くんでしょうし、あの時どうやって作ったんで、なんか どのような感じですかみたいなの多分今後言われると思うんで、ねえ、新たにずっと散々、ね、この曲はどうやってなんでこんな風になったんですかってずっとさっきから言われてるけど、いや、そうなんです、いや、もうごめんなさいね、本当にどうしても聞きたいっていうのがあったんですよ。でよくよく聞いたら酔っ払っていたっていうのがそういうことが多いね、答えとして答えがそれがでも嬉しいですね、酔っ払ってたんだっていう情景が浮かんだんだって、その時浮かんだんだっていう、それはこうそういう風に見えたわけだけど、はい、初期衝動やですね、やっぱりそれ聞くと。一回じゃあ降りましょう、向井さん、お酒を買いに。運転さん、ちょっと一回止めてね、そこのマルキア酒店に、あ、いいですね、ちょっと買ってきますね、はい、すみません、失礼します。ふるさとのあの香りは未だ変わらないだろうか。ランジャタイ。くちかちゃ。じゃあ、駅までお願い。
願いします。はい、お願いします。お願いします。いやー、最近なんか見ました、まあその映画でもまあアニメ漫画でも何でもいいんですけど、はい、なんか見ました最近。特にでもあれですね、過去の完結してる名作漫画を一旦全部読もうと思って、はいはいはい、Kindle で買って全部読んでますね。ああ、私もたまにやりますそれ。なんかすごいいっぱい一気読みって一番楽しいし、うん、はいはいはい、もう過去の話って、過去の漫画、世代じゃない漫画の話とかが、その飲み会とかでちょっと年上の人たちがあの筋肉マンの例えとかしてるときに、はい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 、分かってないのに分かってるふりずっとしてたんです僕ああみたいに言ってね、はい、その時の負い目があったんで一回ちゃんと全部読もうと思ってあ真面目だな。あのだからでもそのためじゃなくて単純に作品として楽しみたいっていうのが、まあ、もちろん第一なんですけど、うん、それであの最近は過去の名作筋肉マン、男塾、うん、ターちゃんとか全部未読だったんですけど、あすごい、ちゃんと古典の名作みたいなところだ。全部そういうのを読んでたらなんか Kindle のその画面が男臭くなってますね、うん、もう筋肉、暴力、血しかなくなってしまってサムネが今そういう感じになってます。あ、買うのは大体 Kindle なんですか。あ、そう、そうなってますね。うん、私結構後悔してるのが、セールとかがあるたびにそのセールをしてるプラットフォームで買ってるんで、なんか今めちゃくちゃなんですよ。しかもセールだからって言ってその全巻まとめ買いみたいなのをいろんなとこでするから、あのブックなんたらでは進撃の巨人が全巻入ってて、なんかなんたらブックスの方ではドラゴンボールがとジョジョがあってみたいになって分散しちゃってて、どの本棚に何が入ってるか分かんなくて、はい、うん、それでなんか去年ぐらいにものすごいなんかセール、いいセールがあったんで、たまにしてます、ね、全巻買いをめちゃくちゃしようと思ってめちゃくちゃ全巻買いしたんですけど、なんかそれを読むタイミングがなかなか来ないって問題があるんですよね。昔の完結とかだと40巻ぐらいありますもんね。そうそうそう、特になんかそのタイミングであの武装錬金を買ったんですけど、ああありましたね、うん、あの武装錬金セールしてる時ちょっと読んでたっていう時期があったんで、改めてちゃんと全部読もうみたいに思ったんですけど、なんかこう今生きてるってよし武装錬金を読むのって今かもってなかなかなんないって問題があってそうか、武装錬金ってでもあの13巻とかですよね、全そうですね、短いですよね、比較的短いから読みやすいはずなんですけど、そのなんならルロケンとかの方が飲み会で大人がネタに しやすいというか、まあそうね、いろいろ言う、ね、いじりしろのある漫画なんですよ、はい、武装錬金に見立てた何かを言う人って私今までまだ会ったことがなくて、そういう横島な目的だと優先順位が落ちてしまうっていう。結構言いません？なんか丸々をぶちまけろとか。ああそこか、確かに最近あんま聞かないけど、トマトとか料理するときにその、うん、トマトをぶちまけろとかつい言っちゃうでしょ。それは周りにはいないかな。そうですか。あでもそういう人が周りにいれば、あ武装錬金読まなきゃっていう感じで読めるかも。まあ、武装錬金、うん、読みたくなりましたね、僕も久しぶりに、ね、なんかちょうどその面白いことは確かだけど、いわゆる名作としては名前がちょっと出てこないタイプの漫画ってなんか読んでないこと多いなと思って読みたいんですよね。ああ、そうですよ、結構、うん、せっかくなんで過去のとかも先に全部読んでからスタートしたいですよね。そうそうそう、なんかジャンプに今載ってる漫画の全てを理解したいって思ってるんですけど、いまだに成功しないです。あー、わかります。なんか僕も大学から25、6ぐらいまで5年間ぐらいその、うん、あの読んでない期間があったら、はいはいはい、あの全部入れ替わってて、あ全然読めなくなってます今ちょっと取り返してるとこです。あいいな、
うん、私はもう半ば諦めちゃってる。そう、途中から読むのって、うん、あの子供の時って途中からの漫画全部読めたじゃないですか。そう、なんか平気で読めますよね、途中からを。あの時その本当の娯楽に飢えて飢えて、もう目の前の全部のページの全部の文字をもう読もうみたいな、あの時は本当に途中からでも全部読めたんですけど、失われましたね。今はちょっと怖いですもんね、漫画を途中から読むという行為が、ね、何やってるんだろうとか思うようになっちゃって。いや、例えばドラゴンボール読んだの割と最近なんですよ。それこそ 2,3 年ぐらい前で、なんか読んでるとそのあ、これってあれかっていう気持ちがめちゃくちゃ前に出てきちゃって、その悟空頑張れの前にあ、これってっていうのが来ちゃうっていう、先にそのコマだけ知ってるみたいな。そう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 、確かにドラゴンボールレベルだと多いでしょうね。そうなんですよね。だからもっと早く読んでおけばよかったなって思ってますね。まあでもそもそも物心ついた時点で多分完結してますもんね。だからまあタイミングというか友達の家にあったとかなるんでしょうけど、一旦それがなくなったら結構タイミングやって難しいですよね、過去の名作を読む。そうなんですよ。ドラゴンボール読んで一番びっくりしたのが、確かピッコロが出てくるシーンだったと思うんですけど、結構終盤でなんか精神と時の部屋の中でいろいろやっているうちに、はい、やばい、こんなことしてたら時間が過ぎてしまうみたいになるってシーンがあって、その後の週に乗ってる号で、前そんなようなこと言ったが、精神と時の部屋の中の方の時間の方がゆっくり流れるんだから、あれは勘違いだったなみたいなことを言うっていうシーンが確かあってそれも完全に作者の勘違いをピッコロに押し付けてないかってなんか思って、これってでもあんまいじられてないよなというか。確かにそんなことあるんだってびっくりしましたね。僕もなんか読んでるはずなのにそんなこと あったかなって、うん、あれは多分あの子供の時に読んでるとなんとなくごまかされるというか。そうかもしれない。あ、そうなんだってふーんって流すんですけど、今読むと明らかになんか話の流れ的にそんなことを書く必要はないから懐かしい。ドラゴンボール、ドラゴンボール、リアルタイムで読んでた人の毎週更新されるドラゴンボールとしての話とか、と読んでる時の気持ちとかってもう分かんないですもんね。もう過去の総体としても見てる。確かに当時はだって、ね、フリーザ編みたいな編としても見てなかったというか、今あるものとして見てる、うん、人造人間って何みたいな、そういう感覚がないですもん。そういう話で一番思うのが、うん、あの悟空の漫画のセリフとかって今読むと、はい、まあ、アニメの声で再生されるじゃないですか、うん、そのそれを先に聞いちゃってるから。でもその当時そのアニメがない頃って誰もその悟空のアニメの声も知らないわけだから、あのそれぞれの中に悟空ってこんな声なんだろうなっていう、それぞれのオリジナルの悟空の声が子供たちの中にあったと思うんですよ、はいはいはい。なんかそれが全部もうないと思うとなんかもったいない気がしちゃうもったいないでもないんですけど、絶対みんなの中あったんですよ、俺の中の悟空のこの声みたいな、ね、今やあの悟空の声に違和感を抱くことなんて不可能だけど、完全に上書きされてますから、ね、普通に考えたら大人悟空は声変わりしてるに決まってますよねそうそう。でも成人男性の声で喋る大人の悟空ってちょっと想像できないというか、変に感じちゃうと思う。そのリアルタイムの気持ちとか知りたいですよ、うん、もう僕らはもう過去のものとして出会ってしまってる。一巻を読んだ時点でこの漫画どうなるんだろうって思ってた人とかいるわけですからね。確かに。フライパン山って一体みたいなハラハラドキドキしてるみたいな。今となってはもうそこに引っかかることはないですもんね。ねえ、悠々白書って探偵編終わってからいまいちになったよなとか言ってた小学生とかもいるのかもしれないし。そうです、なんかあんまそういう話ってあったはずなのに消えて
名作を語るみたいな文脈でしか基本的にはもう過去のものって言われないけど、そういうのもちょっと聞いてみたいのはあるんですよ。確かに。でもなんか長い歴史の中でそういうのって消えていくから、ね、追ってた時の本当の全てが新鮮な時ですよね。ね、わかるな。あのそれまで別にそんな感じでしてなかったのに、うん、ピッコロ大魔王編で急にクリリンが普通にその死んでたじゃないですか。あのそうですね。それまで仲間が死ぬとかなくて、うん、まあ、冒険活劇とかしてたのに、なんかページめくったらクリリンが死んでるって思ってああいうのも多分すごかったじゃん、衝撃。そうなんですよ。今まではなんかカンフー映画とかのノリだったのが急にガチの死っていうのが来るっていう。だから多分当時もうあーってなってた小学生とかクリリンが死んでるって絶対思ってたはずなんですけど、僕らも安心してみますからね、どうせまあ確かに、ね、なんか知ってるしみたいな、 あれねっていう。私だって最初にクリリンが出た時、あ、ことかのクリリンだと思っちゃったからそれって本当良くない、未来人が損してる部分ですよこれは。そうそうそう、本当にゼロの状態で見ないといけないけど、まあ無理でしょうね。長く続いているものとして見る時点で本当は来週終わってるかもみたいな気持ちがあったわけですからね。確かに。ジャンプの時点であ、そういえばあの中さんはあの一番影響を受けてるというかめちゃくちゃ好きな漫画としてトリコをよく挙げてる印象が。そうですね、僕トリコを暗記しようとしてあの文字とかを。いつかトリコが勲章というか発禁になった時に、はい、じゃあ、はい、中さんがもうトリコブックマンとしてずっとそれを語り継ぐことができるっていう。そうですね、それをしようと思って。小松っていうのはこういう顔しててなみたいな。そう、全部言おうかなあ、すごい、そんな好きなんですねあの漫画。いやそうですね、まあ、もともと世紀末リーダー伝たけし世代というか、はいはいはい、その島ブー世代だったんで、その影響でもうトリコも好きで、関数も多いし、せっかくなんで、まあ、全部覚えるかすごいな。なんかありますそういうの。なんだろうな。あ、でも昔は、今はそんなでもないんですけど、昔は手に入る漫画の数がめちゃくちゃ少なかったから、それこそ擦り切れるぐらい繰り返し読んで、子どもの頃は暗唱できる漫画とかいっぱいあったなっていう気はしますね。何の何の巻とか覚えてます？そうそうそう、あの私が影響を受けたので言うと吉田戦車先生の映るんですっていうね4コマ漫画あるんですけど、あれとかは本当に小学生の時に読んでめちゃくちゃ衝撃を受けたんで、どのネタが何巻のどの辺の位置にあるかみたいなのなんとなく覚えてましたね。もう本当に汚くなるまで繰り返し読んだ。そう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 、子供の時の一冊。それがまあ多分今も実家にあると思うんですけど、でも今ってなんかこうそこまで繰り返し繰り返し読むってことはなくなってますよね。あ、まあそうですね、なかなか特別な娯楽に飢えてた時だけできたあれですね、うんうん、僕が悠々白書の途中の巻ですねそれは。あ、途中の巻、途中の巻だけ、途中の巻しかなかったので、あの、はいはいはい、ずっとそれだけ見てました。でどの辺ですか悠々白書の。潜水編の門が開く前のグルメ牧原がクラマと戦ってなんかあの樹年樹みたいなその幻を見せる種を植え付けられて、なんかお前は死する値しないって言ってる巻のみをずっと読んでました。その前も知らないし後も知らないんですけど、その巻だけを読んでました。その巻しか家になかったんですごっ、すごい中途半端じゃないですか。確かに。なんかそのそこなんでそれだけが家にあったのか謎ですけど、多分その上の兄弟か親の所蔵物か分かんないですけど、まあ有役者はそれしかなくて、でももうそれだけ大事に読んでああ、いいな。じゃあトグロとかも知らないまま。いや本当にトグロだから兄貴しか出てこないですよその間は。はいはいはい、トグロの兄貴が水槽の中に再生中のあの状態で入ってる状態からしか知らないんで、うん、なんだこいつはじゃないですか。そしたらでもなんかいるんだろうなと思ってその間だけ大事に。ああ、でもそうかもな。読んでました。子供の頃の漫画のイメージってそうだったなんか絵があって字があって展開してたらもう楽しかったんですよね。ね、本当にそうだった。
あの缶欲しいな、もう一回。あ、でもトリコって割と絵があって字があって展開して楽しいっていう快楽だけのっていうとなんか悪い言い方みたいですけど、でもそこに特化してて嬉しいですよね。いやー、ああいうタイプの漫画ってトリコ以来もうないんじゃないかな。確かに漫画ってやっぱブームとかそういうのあってちょっとずつ絵もスタイリッシュになったり、うん、まあ、線がちょっと今ちょっとドライな線というかその、そうですね、すさんだ線みたいなのが流行ってたり、ちょっと可愛いっていうというか ね、そうですけど、まあ、トリコが最後の、ね、ギトギトの絵というかね、だからいいよなトリコ。トリコなんですねやっぱね。いや、なんか会うたびにトリコ読んでるっていう話を聞くから気になってて、はい、一体中さんにとってトリコって何なんだろうっていう。何なんだろう。なんかその書かれてる漫画にその影響が一切見られないからなおさら不思議というか、画風がまあ似てるわけでもないじゃないですか。そうですね、僕その普段はあの戦ったり、そうそうそう、の暴力的な漫画とかばっかり読んでるんで作風と全くよく考えたら関係ないです。何なんでしょう、ね、書いてる漫画だって日常系が今メイン。そうですね、エッセイとかね、不思議だな、不思議ですね。何なんだろう。逆にエッセイは読まれない。あんまりエッセイはそうですね、そこまで、まあ、めちゃくちゃたくさん読むジャンルとかでもないと思うから。まあ確かに。あ、じゃあ暴力格闘漫画、はい、トリコとかを大量に摂取してそれをろ過して日常漫画がこう生産されるっていう、結果的にはまあ今そうなってますね。ああそうなんだ。なんかでもそもそもはなんか電子で読むのになんか適当じゃないですか、電子で一気にバーって読むときの気持ちよさみたいなのがやっぱ暴力の漫画がすごい。あれがもうたまんなくて。たまんなくて。、はい、なるほどね。なんか、最近読んでますか。読んでも、あの僕のトリコみたいなのは恐山さんの何ですか。私にとってのトリコみたいな漫画で言うと、そうですね、私は割と影響がめっちゃ見える形で出てて、鹿川雄貴先生のさなぎさんと頑張れすめし義国っていう、まあ、4コマはめちゃくちゃ影響を受けてるし、作風にも反映されちゃってます、ね、これだからちょっと恥ずかしいんです。あ、なんかそういうのちょっと恥ずかしいですね。もう影響、出てるじゃん。影響を受けた結果その影響が原稿に出てるのってかっこ悪いと私は思っちゃって。中さんはかっこいい、影響が出てないから。本当ですか。そう、なんかこの間も思いましたけど、そのコミティアとかに出展してる結構サブカルチャー的なおしゃれなかっこいい漫画を描かれてるような人が全然ポケモンとかやってるっていうのを聞いた時の嬉しさってあって、あ、確かに。その上であんなにおしゃれなんですかっていうのが私にはないなって、ちょっと恥ずかしい気持ちはあります。まあでも自分だからそう思ってるだけで、外から見たらみんな誰しも分かんないことばっかなんで、勝手にそのミステリアスに思ってくれるとは思いますけど、うん、いや本当に私に関しては私が好きな作品を並べていくとほぼ私のモザイク画になってしまうっていう部分、だいぶ違いますね、中さんとね。最近だってトリコ、野望の王国、うん、と筋肉マン、線太いな、京志郎2030、いやもう汗と陰影の濃さすごい、もっこり半兵衛などですからね。徳弘先生のちょっと影響もがすごいでかいですね。やっぱ徳弘先生の漫画ってめちゃくちゃ面白いんで全部読んだ方がいいから。あ、そろそろちょっと着きそうなんで、はい、降りますか。ありがとうございます。ありがとうございます。
もしもし、新宿までタクシーの配車お願いします。